はい、どうも皆さんおはようございますというかこんにちは。私はですね今成田空港にいるんですけども、これからベトナムに行くところです。で、なんでこんな浮かない顔をしているかというと、ちょっとですね一つ大きなミスをしてしまいまして、なんて言うんだろう、ベトナムに行くための、ベトナムに行くためのパスポートの有効期間が半年ないと出入国できないという決まりが、ベトナムの国で決められているんですね、2015年以降で。僕そのことはなんとなくは知っていたんですけど、今回ベトナムの現地の人にパスポートこれこれこれまでだけど大丈夫だよねって言ったら、大丈夫って言われて何もしなかったんです。で、今日出発で昨日気づいたんですけど、2019年の僕11月27日までのパスポートなんですけど、今日9月の13日なんですよ。で、もう一回聞いてってか調べたんです、昨日の帰りの電車で。そしたらやっぱりダメで、問答無用で追い返されるということを知りまして、まあ、帰ってからですね今日この朝までマジでほとんど何も食べてない状態で、やりまして、ある方法を使ってどうやら行けるようなことが書いてあったんですブログに。で、今あそこの並んで行くんですけど、それが行けるかどうかマジで分かんない状態で超不安なんですけど、とりあえずそんな感じで、ある人のブログを見てね、そこに裏技が書いてあったんですけど、ビザをあっちに着いてから緊急ビザを発給するという方法があるらしく、お金を払ってまあ現地の人に来てもらうみたいなやつがあって、それが本当にいければ次の映像では私の笑顔が見れますが、ダメだった場合は泣きます。もうずっと楽しみにしてたし待ってる人もいるんで泣きます。泣いてる動画を見せますということで、ちょっとね行ってみたいんですが、どうかなって感じですね。五分五分です。じゃあ行ってきます。はい、皆さんお待たせしました。どうですか、僕の顔を見ていけたのかな、どっちかな。正解はいけました。チケットゲットです。とりあえず一安心です。いや、ついて私の何ですかパスポート見てビザ切れてます、ビザじゃないですね、パスポートの有効期限が少ないから行けませんってことは言われなかったです。ただ一言ビザありますかって言われて、で僕がその昨日緊急で発給した緊急ビザベトナム行きのを見せたら、少々お待ちくださいみたいな感じで、ちょっとその係の人がいなくなってめちゃめちゃ緊張しました。もうドキドキしてね、これ無理かな大丈夫かなみたいな。でなんか話してるじゃないですか係の人が、その反応を見てどっちだみたいな、読めない感じの人だったんですけど、で戻ってきてありがとうございましたみたいな感じで行けますと、とりあえずは行けるということで。でこの今回の緊急ビザなんですけど、その業者がですねどうやらまあイミグレーションって移民局の正規の方だと僕は思ってるんですけど、どうなのかちょっと怪しいとこもあるんですが、どうやらその空港で待っててくれて、僕の名前を持って名前が書いてあるネームなんですか、こうホワイトボードみたいなのを掲げて待ってくれてるそうです、空港で。でそれの人についていくと入国の許可のスタンプを押してもらえると、まあ、もちろんそんなのイリーガルでできることじゃないとは思うんですけど、まあ、それで成功してるという方がブログでいたので、まあ、それを信じてやってみたら、まあ、とりあえずここは突破ですね。いやマジで泣きそうでした、さっきまで泣いてるとこカメラでやったことないし、やばい、そうやばいんですけどまあついてとりあえずその会いたい人に会えたらかな。いやーちょっとね、なんかあのスラムダンクって知ってます、スラムダンクの赤木が、なんでよ俺はまだ何も成し遂げてないのに何泣いてるんだみたいなシーンがあるんですけど、ちょうどそこですね。なんかそんな感じですうまく言えないけど
はい、とりあえず、あと少し時間があるんですけど、マジで昨日からね、なんかヨーグルトみたいな、もう帰ってきてからね、ヨーグルトみたいなのしか食べてなくて、とりあえず寝て、緊張してすぐ起きちゃってっていう感じだったんで、まあ一旦ここでお朝ごはんか食べて、飛行機に乗る準備をしたいというふうに思ってます。とりあえず一安心です。次動画を回すときは多分ベトナム着いて、ハノイに着いてから、なんだ、通れてからかな、通れてその会う人に会う前かなですね。それかもしくはダメでしたで動画を回すかですね。マジで分かんないんですけど、こんなねハプニングになると思ってなくて、はあ、またやっちまったって感じです。それではご覧ください。はい、皆さん、いやー暑いな、ベトナム暑いなというわけで、いや奇跡が起きまして無事に到着することができました。てか到着してちゃんと入国許可を得ました。あの裏技できましたね。いやめちゃくちゃ嬉しくて、僕本当にさっきからずっと泣きそうで、もう日本にいた時から、僕特別なところで通されたんですよ、ビザが普通の人と違うから。それで誰も並んでないところに入っていって、でなんかベトナム語で話しかけられたけど、なんで俺ここに並べって言われたんだけどみたいな言ったら、違う人が、あそいつそこでいいんだよみたいな。それで、でもう本当に祈るような思いですよね、その待ってる間で。あの時ガチャンってスタンプを押した音一生忘れないです。本当に涙出そうになって、まだ早いまだ早いと思いながらね。でそうで、やっぱり普通の並んでる人たちはめちゃくちゃ今混んでるところにいるんで、僕だけ一人ここにいる待ってる状態なんです、荷物を。なんですけど、はあ、いやちょっとね、どっちが勝つか分かんないな。今から会うんですけど人に、その会えたことで泣いちゃうかもしれないし、嬉しくて笑顔か、どっちかっすね。今はすごく泣きそうなんですけど、いや嬉しいです、本当にありがとうございます。はあ、というわけで、いやちょっとしばらく待ってば来るかな。とりあえず今のところ何もなくしたりとか損はしてないので大丈夫だと思います。はい、すぐ来た泣いてる？泣いてないもん。いやもうちょっと俺はもう泣きそうだよ、ずっとさっきから。あごめん、大丈夫？よし、ようこそベトナムです。初めて言われた、初のベトナムです。おーすごいすごい、いっぱいいる。暑いよ今日、日本は25度で涼しかったんだけど、そう、可愛いでしょ。後で紹介します。さてじゃあこれから、今空港なんですけど、ハノイのホテルに向かいたいということで、何で行くのかちょっと分かんないですけどね。なんか顔色悪いな、行ってみましょう。